演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで本日はこちらの先週購入したエクスペリア1マーク2をレビューして、使用実感をレビューしていきたいと思います。といってもレビューとかあんまりやったことないのでうまくできるかどうかわかりませんが、まだですね。あ、ケースとこれ、こういうホル指を挟むホルダーですね。これカードも入るようになってます。お、購入して取り付けております。やっぱケースないと不安なんですよね。で、やっぱり自分はこうして動画投稿をするのでよく使うのがこのカメラ機能なんですけど、このカメラ機能ほんとすごいですね。ここにちょっとアップに、ここに3種類レンズがあるんですけど、そのレンズによってちょっと撮れる写真とか変わってくるんですね。はい、これ今現在はこういう感じになってます。これ多分これがこの2本の木みたいなのがあるのも、その点灯指導では標準なんですよね。これを1を押す、ボタンを押すとなんかすごいアップになって、反対に3を押すとこういう風に広角になります。多分レンズが切り替わってます。これは動画でも同じですね。それに画質も変わってるのかな、前のやつに比べて。まずで、まあ、画質についてなんですが、ちょっと比較動画として、以前私が普段使っている駅の動画を前のエクスペリアで撮った動画があるのですが、それと可能な限り似せた状態にして撮影した動画を用意しましたので、それをちょっとリンク先のこちらの動画とそちらの動画を見比べてみてちょっと判断していただければと思います。自分はそこまでカメラに詳しくないのでよくわからないんですが、何か違うのかな、それではどうぞ。あと先ほどのこのモードですね。このモードでそれぞれ同じ位置から立ってどう違うのかというのもちょっと3パターン取って比べてみましたので、そちらの方も見ていただければと思います。同じく駅からです。はい、それではどうぞ。左から1番2番3番のレンズを使って撮影しています。なんて言ったらいいんだろう。というわけで、少なくとも自分はこのカメラ機能についてはすごく満足していますね。あと、音質もすごく良くなってる気がするんですよね。自分はもう、普段から公共交通機関を使うことが多いので、マナーモード四六時中にしてるんですけど、それでも、朝、アラームに設定している音楽が、これに変えてから、よりクリアになってるような、そんな印象を受けるんですよね。まあ、あくまでそう感じるだけなので、実際のところどうなのかはわかりませんが、ちょっと重量感があって持ちやすいのもいいですね。というわけで、個人的には今回の機種はすごくうまくいったと思います。というわけで、エクスペリア1マーク2非常におすすめですので、皆さんもぜひその興味があったら機種変してみてくださいね。それではご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。